リオが予選2度目の演武に間もなく向かいます。演武するのはアーナン、師匠の佐久本次夫さんが1980年代世界選手権で3連覇をした時もこのアーナンでした。演武名のコールから気合がみなぎりました。四方の敵を連続技で倒していきます。小手そして抜き手と前蹴りを同時に決める同時性、早くあっという間に来ますので、そういったところをあらかじめ捉えておいて注目していただきたいと思います。最初から激しくいきます。敵に圧をかけて、かわしながら攻撃、ここのバランス良かったですね。スピード感があります。リズムを少し変えてきますからの体軸、この転身構え、技の破壊力もそうなんですが、次のここの構える瞬間の味と言いますが、ここが卓越してますよね。今日は前蹴りも冴えていて非常にいいです。踏み込んでの四股立ち、股関節を開いて踏ん張る、非常に難しいところなんですが、すぐに元立ちに戻る、そこの俊敏性非常に良かったです。ここで気合を入れる、これは現役時代佐久本先生も試合当日にとっさにやっていたことなんですね。あ、そうですか。はい、伊藤選手も今その現役の佐久本先生と向き合ってるんじゃないでしょうか。最後の前屈立ちからの元立ち、非常に難しいところなんですが、しっかりメリハリを持って見せてきました。最後まで敵から目を離しません。強気の表情いいですね。喜友名が喜友名らしい演武を行いました。予選の2回目、大切にしている方アーナン、喜友名らしさの中にどこか師匠にも似ているかのような、そんな方でした。そうですか。28点台が出ました。 28.40、 これで平均点が 28.33。 このグループ B ダントツの成績で準決勝進出です。この終わった後の表情からしてもう落ち着いてますので、今日の集中力非常にいいですね。点数に踊らされることもなく、そして敵周りの選手のプレッシャーに押しつぶされることもなく、日の丸に負けることもなく、本当に自分の世界に入っている、そういった感じがしますね。オリンピックで勝つために稽古をしてきた、負ける気がしないと大会前には語っていました。この喜友名のアーナンは競技点が 8.52 で技術点が 19.88、 王班と競技点が同じで技術点は自分の王班を上回ってきました。これでグループ B の中で予選を突破したのが喜友名、ソフオール、そしてディアス、この3人が次の準決勝、この大会ではランキングラウンドと称していますが、そこへの進出が決まりました。アーナン大、先ほどのアーナンと類似している兄弟方ですね。ここまで
特に喜友名のアーナン大見どころは全てかと思いますけど、ここに注目してほしいというところはどこですか。アーナンは小手の時に後ろ足と同時に決めるんですね。ただアーナン大はそこに抜き手が加わってきますので、今度はその抜き手と後ろ足が同時に決まらなきゃいけない。そうなるとその小手の繰り出すタイミングがアーナンとは異なってきます。準決勝の畳に入ってきました喜友名諒。決勝進出の目安は 27.32、 その得点を上回ってくることです。片目もはっきり聞き取れる言い方をしていて非常に良かったですね。第一関節からしっかり握る。大きく息を吐きました。何人かの選手の方を見ていてモニター越しに感じた方々もいるかもしれないんですが、若干拳の時に親指との間に隙間の光が見えてしまうことがあるんですが、この両選手の場合は拳に緩みがないんですね。どんな部分でシャッターを押されても決まってる。基礎力の高い選手です。まずは抜き手の気合、ここの構え、後ろ足と技の決め、同時性非常に良かったです。運速もスムーズでした。足の運び、コートいっぱいいっぱいに使えていていいですね。相手の懐への飛び込み非常にいいです。ジャンプしていないので頭の高さが変わらないですよね。そうですね。こういったところは難易度に入ってきます。今度は正面の敵に対峙、脇を締めて構える、いいですね。相手を引きずり込んで投げる。もう相手の骨を砕いてるっていうのがもう見て取れますよね、はい、リズムの変化です。ここです。きちんと猫足立ち見せてますよね。そして流れるような動きというところでは足が先に終わってしまってはならない、非常にバランスの求められる部分しっかり決めてきました。ブレがありませんでした。そして腰を使ってのジグザグ投げた。緩急いいですね。決めてなおかつ相手に圧をかけて振り向きました。月の光を遮って最後まで斬新。まだ終わってない、まだ敵を用心している、そんなところが見て取れますよね。彼の中ではまだ終わってません。この瞬間ですね、はい、ようやく緊張が解けました。喜友名諒のアーナン大、自分の力をこの武道館でぶつけました。28点台、このグループの中で圧倒的な得点、喜友名諒決勝進出、これでまず銀メダル以上が確定しました。畳の感触いかがでしたか、教えてください。感触としては気持ちよく
は自分の肩を演武できていると思います。ベネズエラ代表3つの演武得点が全て28点を超えてきていました。受け止めはいかがでしょうか。アメリカ合衆3つの演武全てが28点を超えてきていました。受け止めお願いいたします。メンスカタローズメダルバトルナンバー2ウィルビーダンス型3位決定戦に進出するのは初戦1つ目の方から28点台が出たので大韓民国代表パーキー・ジュン決勝はもっと満点を出せるようにしっかり調整して挑みたいと思います。その決勝まで少し時間が空きます。おめでとうございます。どのようなことを大切に過ごされますか。リラックスしながら決勝のイメージをしっかりして過ごしたいと思います。スペイン代表貴重な時間ありがとうございました。木村選手でした。